シャドーバースワールドグランドプリックス2018っていうのが、千葉県の幕張メッセ国際展示場1ホールで、12月15日から16日、まあ、土日に、世界大会が開催されるみたいだけども、私これ昨日知ったんやけど、優勝賞金が100万ドル、要は、1億1000万円が、優勝するともらえる。これ見て、ていうかこれ聞いて、みんなこれどう思う？これまあ帝王はもう純粋に羨ましいっていう感情しかなくて、もうその当たった人もう羨ましくて羨ましくてしょうがないですね。まあシャドバでね勝って1億もね口座に振り込まれるなんて、そんな考えただけでもよだれが垂れそうなんやけども、なんかその宝くじとかで1億まあ10億とか当たってる人、世の中に今年末ジャンボとか当たってる人いるけど、それはなんか自分の目に見えない人が当たってるから、なんかそう羨ましいっていう感じはあんまり芽生えないよね。要はその他人が10億、全くその自分のその視界に入ってない人が10億当たっても何も感じないんやけども、シャドバでやっぱその1億ゲットしましたみたいな多分出るじゃないですか。それその人めっちゃ羨ましいなって自分思っちゃうな。なんか一シャドーバースプレイヤーとして、いやーすごい羨ましいなって思うな。で1位が、優勝賞金 1億1000万で、2位がまあ200万円なんやけど、やっぱ1位と2位の差がめちゃくちゃでかくて、まあ、200万円でもまあ多いよ。ぶっちゃけシャドバで優勝して200万円ってもう頭おかしいから、金額ちょっとすごいやばい金額にはなるんやけど、で 3位が5万ドルやから、50万円かなこれで、4位が20万円かな、で24位まであって1000ドルとかねあるんやけど、いやー羨ましいなー。てか5これ3位の50万円ですら私羨ましいと思うわ。まあでもな、まあここに出場するっていうのは本当に上手い人やからプロやからな、まあ純粋に応援したい気持ちはあるんやけど、でもしみんながそのもし世界大会優勝して1億1000万円ゲットしたら何に使うこれいやマジで何に使うんだって話なんだ。もうなんか額が大きすぎてもうなんかプランを立てられないっていうか、それぐらいなんか悩ましい。で私が本音言うと、これ生放送も言ってるけど、私がもし1億1000万当てたら、そのうちの8割要は8500万ぐらいは募金します。はい、ユニセフに募金して、で残りのまあ2000万ぐらいまあリスナーにまあただであげて、もう自分のその手元はいらないですね。自分はその名声があればいいから、そのね、シャドーバーでその優勝したっていうそのね、称号があれば自分は嬉しいんで、はい。まあ皆さんのその使い方、聞きたいな。で、今日は、ちょっとその、世界大会に使う人がコウモリバンパイアがすごい多いっていう、話があって、なのでちょっと今日カットなしで、ちょっといきなりもうね、潜っていく。だからこれがもう私の世界大会です。はい。ぶっちゃけこれが私の世界大会、これで負けたら世界大会負けみたいな、ちょっと1回だけやって、これ勝てばちょっと1億もらったみたいな感じで、ちょっとなんかその優越感に浸っていいかな。もうなんかそれぐらいしか私にとってなんかこのなんかムラムラするのを抑えることはできないんよね。さあドラゴン当たっていく。あ、世界大会これ決勝戦や。あー緊張するなみんなもねこうやって一戦だけやって、ね、シャドバ一戦だけこう今までなんかシャドバ触ってない人も一戦だけやって、勝てば1億もらったみたいな、まあ、結局もらえないんだけどな。ちょっと BGM だけちょっと上げとくわな。いやー緊張するな。これ世界大会か、行っていって考えていこう。おーいいなー、これ優勝したら1億1000万円やからな。あー嬉しい、あー嬉しいいやマジで羨ましいな。1億とか、桁が違いすぎるって。ここは、もちろん盤面、行ってジャガン悪魔で盤面取るのもありやな。ここ取るか。まあ、プレイング的には間違ってない。まあ、私もグランドマスターまで行ったから、なか結局自分がその世界大会の優勝だった時には、まあ多分負けると思うけど、なんかワンチャン勝てそうな気もするんよね。それ、あ？ほだかしいな。てかお風呂沸いたわ、お風呂。
ちょ、お風呂沸いたんだけど。死人は悪いよ、魔人。この水晶はまさしく、まあ、バンプがね、確か一番多かったかな。なんか登録してるデッキみたいなのが確かシャドーバースの公式ツイッターで上げられてたような気がするんやけど、バンプ補正か、あ、リトルムか。あー失礼。まあぶっちゃけリントルムだろうがなんだろうが、まあこのデッキの前では無力なんで、スコルピオ漱石の悪魔で漱石で確定除去取りつつ顔顔面殴っていうか、まあ多分その世界大会とかはこんな風にね、圧倒的なる盤面取って勝つみたいな多分ないと思うよな。結構こう接戦、この前も私プロリーグ見てたけど、やっぱそのプロの試合っていうのはやっぱ一本をどっちも引かない試合というか、ね、この盤面みたいにこう一方的に押すことはあんまないよね。うん、多分これ試合勝ったわ。この試合で1億もらえればなーなんて思いながらね、なんか切なくなるっていうね。まあ皆さんもなんか試合1回だけで勝ったか負けたかみたいなちょっと言ってくれるとええかな。まあ自分が一番知りたいのと1億だったら何に使うのか、自分その人がお金を何に投資するっていうか、その何に使うかっていうの結構興味あるんで、それ知りたいな。お、いいカード引いていく。1、2、3、4、いけますね。これいけるね。行こう。恋愛文明すなわち幻。あっ死人はあるいは魔人。はい、盤面。はい、進化。もうね、こんな感じで、まあ、余裕で勝っちゃうんですよね。ワイコーなど必要ない。で、これ食らう。嘘以外は口にしないと思う。頭おかしい。なんで頭のおかしいデッキや。まあ、みんなコウモリ使うよな。なんか、静止し、もう使わなくなったしな。ローテは多分まあコウモリでいいと思うわ。あーポゼ出していくけど、もう遅い。もうすでにきつい相手多分。うん、我が怒りは大地の怒り。小賢しいな。これもう一体ぐらい出せるんちゃう。これ出せるわ。余興はそこまでです。待てよ、ちょっと待って。確定除去、あーもう一体出せへんか。1で2、3やから4で、まあ一応出せるな。これいらんな。じゃあちょっともったいないけど、こういう取り方するか。はい、必殺で取ると。はい、回復して、不穏なる夜の街で、これが4点ダメージだから全然大丈夫。まあ、ビーラー進化するまでも、嘘以外は口にしないと思う。青木道はあらたり。まあちょっとプレイ、まあちょっとね、なんか、まあビーラーでも取っときたいな。リントールム来るまでにやっぱ出したくないから、10ターン目ビーラー進化賢いやろう、どう考えても。見事だ。まあこんな感じ。はい、世界大会優勝しました。はい。なんか切ないな。どうさもない。